はい、ハロー YouTube。 ちょっとバッティングについてですね、ちょっとバッティングの好打者の特徴、あ、皆さんハゲチャンネルへようこそ。ハゲチャンネル、バッティングですね。一応野球やってまして、ちょっと今思いついたんで、ちょっと思考の整理的なことも含めて、ちょっとストレッチを、思考の整理的なものも含めて、ちょっとこのバッティングの、好打者が、好打者の人が持ってる、ヒットを打つ、ヒットが出る確率が高い、打ち方みたいなのがあって、で、自分の、その中の、やつを単にこうアウトプットして、思考を整理するのと、あと記録を残すっていうのがまず純粋に目的で、なんですかね、自分はめちゃくちゃうまいからとか、そういう指導をしたりとか、そういうことじゃなくて、ただ単に自分の中にある、今まで学んできたこととかの、思考の整理ってこうまとめて、アウトプットして思考、記録しとくっていうのが目的です。で、バッティングですね。好打者、イチロー選手とか、ヤクルトの川端選手とか、みんな好打者、3割打つようなバッターの人って、共通してる部分があるんですよね。で、まず1点が、僕左利きなんで、まず1点が、ですね、バットの、ちょっと部屋めっちゃ汚いんですけど、バットのこのトップですね、バットのこのトップなんですけど、こういう、左で構えてまして、で、このトップを、これ取れてるかちゃんと、このトップなんですけど、トップを固定するんですよね。こっからこう打つときに、ここから止めるんですよ。トップを固定させるんですよね。で、よくありがちなのが、弓矢のように後ろに引くっていう指導を結構受けてる人も多いかと思うんですけど、これは間違いなんですよね。で、好打者の人の、イチローさんとか、3割以上コンスタントに残してるような、青木宣親さんとかのバッティングフォームを横から見ると、弓矢のように、この部分ですね。トップを後ろに引いたりしてないんですよね。でも昔ってよく、今はちょっとわかんないですけど、後ろにこう引くようにトップを作りなさいみたいにやる。これはまず間違いですね。だから好打者の人はまずそこを、徹底的に、後ろに引かないでちゃんとここで固定する、してから、やるんですよね。それ Google に載ってるんですけど、例えばこう、Google にこう出てるんですけど、パンチするときに例えると、物理学的に言うと、こっからパンチするときに、ここにこう出すじゃないですか。こういう、ひねったりして、こうパンチ出しますよね。横から見るとこういうパンチ出しますよね。で、パンチ出すときに、こっからこういう感じにならないじゃないですか。ここの部分から、こういう感じにパンチ出さないじゃないですか。こっからこういう風に出すんですよね。で、それと同じで、バッティングも、